エンド・オブ・ホワイト・ハウスは2013年のアメリカ合衆国のアクション映画。ホワイト・ハウスが北朝鮮出身のテロリストに占拠され、合衆国大統領が人質に取られたという設定で描くアクションスリラー映画。アントワーン・フークア監督、ジェラルド・バトラー主演、制作。二千十六年には続編となるエンド・オブ・キングダム、また二千十九年には エンド・オブ・ステーツが公開された。シークレット・サービス隊長として、アメリカ合衆国大統領一家の敬語任務を帯びていたマイク・バニングは、クリスマスの吹雪の中を走行する大統領、専用車の護衛の任についていた。しかし、不慮のスリップ事故によって、大統領夫人を死なせてしまう。それから一年半後、マイクは、リン・ジェイコブス長官に、あの時の判断は正しかったと言われながらも、 大統領の心情に対する配慮によって、現場任務から退き、財務省でのデスクワークへと移動していた。アメリカ独立記念日の翌日の7月5日、韓国の異首相が渡米した。会談の最中、国籍不明の AC-130 がワシントン DC 上空に侵入する。警戒飛行中、ホワイトハウス上空から退去するよう警告を行った2機の F-22 を、 突然ガトリング砲で撃墜し、さらにホワイトハウス周辺に無差別射撃を行う。それを受け、合衆国大統領ベンジャミン・アッシャーは、閣僚や韓国首相、両国の警護チームと共にホワイトハウス地下にあるバンカーへ避難する。AC-130 はホワイトハウスにも攻撃を仕掛けるが、緊急発進してきた1機の F-22 により撃墜される。ついで、 観光客に紛れていたテロリストの自爆攻撃により、門が破壊され、正体不明の武装テロ集団がホワイトハウスを襲撃する。その頃、大統領は各所に指示を出していたが、テロリストと内通していた韓国首相の警護チームがバンカー内を制圧。一方、オフィスから駆けつけたマイクを含むシークレットサービスたちは、応戦するものの、巧妙に計画された。 奇襲攻撃と相手の圧倒的な火力の前に一人、また一人と倒れていく。マイクはなす術もなく、ホワイトハウス内への一時退避を余儀なくされる。シークレットサービスのローマ隊長は殺される直前、長官に対して警報、オリンポスは落ちたりを発する。テロリストは、見せしめとして、韓国首相を殺害。加えて、日本海周辺に展開する第七艦隊と、 在韓米軍の撤退を要求する。未曾有の事態に全米が侵犯する中、ペンタゴンに設けられた対策本部はホワイトハウス内から衛星回線を使った緊急連絡を受ける。それはマイクからであった。互いに情報交換を行い、対策本部から大統領とその冷速コナーの救出命令を受け、マイクは武装テロ集団に反撃を開始する。しかし、 テロリストのリーダー艦の狙いは軍の撤退だけではなかった。艦は手中に収めた党参議長、国防長官、大統領を順番に脅迫し、ケルベロスのコードを聞き出そうとする。ケルベロスは一旦発射された核兵器を爆破処分するためのシステムで、大統領は党参議長と国防長官にそれぞれのコードを明かすよう命じ、自らは抵抗すると決断する。 対策本部は二人のコードが入力されたことを察知し、アメリカの核兵器を封じ北朝鮮の難心を容易にすることが艦の目的だと推測する。マイクは壁の裏の通路に隠れていたコナーを見つけ、艦の部下たちを倒しつつ無事脱出させ、自らはホワイトハウス内に残る。そこへ六機のヘリコプターが飛来する。事態の打開を急ぐ対策本部が 海軍特殊部隊による強行突入に踏み切ったのだ。しかし艦たちはヘリコプターの接近を探知しており、屋上の自動防空兵器、ハイドラ6を起動して迎撃する。バニングがハイドラ6を破壊するまでに5機が撃墜され、突入は失敗する。艦は報復としてバンカーでロドリゲス副大統領を射殺し、マイクに煽られて国防長官を ホワイトハウスのテラスへ引き出し囚人監視の下で射殺しようとする。しかし、マイクが介入したことで再びバンカーに撤退し、戸外へ逃れた国防長官は無事保護される。対策本部を率いる会員議長は、官の要求を受け入れ、第七艦隊と在韓米軍の撤収を始め、ホワイトハウスに逃走用のヘリコプターを差し向ける。艦たちと人質を乗せたヘリコプターが離陸すると、 突然爆発して墜落する。カンは部下と人質数人を身代わりにして、自らは大統領を連れて地下から脱出するよう企んでいったのだ。ホワイトハウス選挙をめぐる報道は世界中に伝わり、諸国の動きも不穏さを増してきた。そしてカンは総当たり攻撃によって大統領が目秘していた暗証行動を突き止め、ケルベロスを発動する。彼の狙いは、 アメリカの核兵器をそれぞれの保管場所で一斉に爆破し、全土を荒廃させることだった。そこにマイクが駆けつけ、大統領が撃たれて倒れるも格闘の末に艦を倒す。そして対策本部から伝えられる解除コードを入力して、ケルベロスを停止させることに成功。会員議長は韓国と北朝鮮に連絡を取り、事態はようやく収拾された。時が過ぎ、 復帰した大統領は今回の事件を受けた演説を行う。その片らに再び大統領敬語大将になったマイクの姿があった。括弧内は日本語吹き替え2012年3月、ミレニアムフィルムズが本作のスペックスクリプトを獲得し、同月後半にはジェラルド・バトラーがキャスティングされた。同年にはソニーピクチャーズが同じく、 ホワイトハウス選挙を題材とした映画ホワイトハウスダウンのキャスティング、撮影を進めていた。撮影は2012年7月半ばにルイジアナ州シュリーブポートで始まった。作中の舞台設定はワシントン DC であり、VFX 合成などによりその風景が作り上げられた。アメリカ合衆国では2013年3月22日に公開された。 当初は2013年4月5日公開が予定されて、いたが、デンジャラス・バディとの競合を避けるために変更された。配給は、フィルムリストリクトが言った。ロッテントマトズでは、批評家の一致した見解は、オリジナリティはないが、エンド・オブ・ホワイトハウスは、アントワーン・フークアの緊張感のある演出と、ジェラルド・バトラーの力強い演技のおかげで、アクション強には十分な出来かもしれない。であり、 197件のレビューで支持率49%、平均点は10点満点中5.45点となっている。メタクレティックでは30件のレビューで高評価8件、賛否混在16件、低評価6件、平均点は100点満点中41点となっている。北米公開発週末の工業収入は約3050万ドルであり、 ハリウッドの専門家の予想よりも700万ドル高かった。ありがとうございます。